はい、どうもおはようございます。ガクチャンネルのガクです。今日はですね、またちょっとだけ時間ができたので、これ、スタンプラリーね、ちょっとバイクで回ってみようと思って、今もすでにね、道の駅へぐりというところにね、来ています。結構まだね、朝ね9時過ぎなんですけど、もう結構ねなんかにぎわってますね。なんか朝市みたいなのをやってるみたいですね。じゃあとりあえずね、まあさっきハンコの方をもらいに行こうと思います。ではでは。多分この中かな。こっちの方がなんか騒がしいんだけど、あ、植木市とか取れたて市、やっぱり朝市ですね。なんかレジもちゃんとしてる、スーパーみたい。多分こっちかな。多分こういうとこに、あ、だったった、スタンプラリーね。じゃあ、これを押していきましょう。ちょっと押しますね。はい、なんかちょっと人が多すぎてあんまり撮りづらいんですけど、一応なんかなんとなくね、まあまあ、へぐり町は何が名産なんでしょうね。こっちは野菜かな。あ、菊とかなんかそんな感じの、多分あれが有名なんですかね。苗コーナー行ってみましょうか。野菜とか苗、あとはやっぱ菊とかかな。なんかお花のコーナーは充実してる感じがしますね。野バラ？野バラじゃないよね。野バラじゃない。安いのかな？値段が全然わかんないけど、安いのかもしれないですね。こういうお供え物のやつはどうなのかな。これ400円とか書いてますけど、これで231円だったらちょっと安いかもわかんないですね。じゃあとりあえず出ていきましょう。はい、なんかねバスでね来てる人たちもいてるんで、あ、こう見えるかな、バスね。買い物で来てるのかな。で、あと向こうの方にたい焼きとかなんか売ってるところがありますね。どっちかというと朝市っていうか、あのスーパーみたいなやつがメインなのかな。ここはご飯食べるところもちっちゃいところがありましたけどね。まあそこら辺なんかはまだ開いてないね、店がね。ではでは、ちょっとバイクの方戻ります。はい、ということで、へぐり町ね、道の駅へぐりかな、っていうところに来ています。
で、あの、バイクの紹介ね、一応、この前から変えたところ特にね、紹介しようと思います。まずはね、多分ドライブレコーダーはついてたかな？ちょっと忘れちゃったけど、一応ドライブレコーダーつけてます。ね、後ろは、ここね、ここ。あのナンバーの上のところに、つけてます。あと、このウインカーも買いました。これね、ウインカーと、あれ、ブレーキランプ、制動灯ね、ブレーキランプが、なんかつくような感じのものです。まあ、めっちゃ安いやつね。全部でね、多分ウインカーリレーと合わせてね、多分、なんぼかな、3000くらいかな。で、変えちゃいました。まあ、作業時間めっちゃかかりましたけどね。はい。で、このね、ドライブレコーダーのモニターのこのステーね、ちょっと作りました。いろいろね、試行錯誤して、なんかね、やっぱり耐久度ずっと揺れてるんでね、まあ、折れたりしたんですよ。ここが結構重たいんでね。まあ、それで作り直したりなんかしながら、結構、これでいけるんじゃないかというくらいまで仕上がってきた状態です。あと、モニターのフードね。結構ね、これで見えるんですよ。はい。で、あと、まあ、今日も、オズマクションで、一応撮影はしようと思うんですけど、まあ、いらないかもしれないね。ドライブレコーダーの映像結構綺麗な。で、あと、ここへスマホホルダーね、いう感じで行こうと思います。まあ、ちょっと寒くなってきたんで、グリップヒーターちょっとつけたりしながら、やってますけど、あ、その兼ね合いで、あと、ボルトメーターね。これをつけました。ね。電力がかなりね、ちょっとヤバめになってきてるような感じがしてたんで、それを、ちょっと、やってます。まあ、こんな感じね。でも、ちなみに、ドライブレコーダーこんな感じ。見えるかな？これ。見える？見えるかどうかわからないけど、まあとりあえずこんな感じでやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。ではでは。
はい、どうも。今ね、とりあえず次の道の駅、二上パーク大間、二上パーク大間というところに着きました。とりあえず、まあ、こじんまりとした道の駅なんですけど、これね、ちょっとカメラ切り替えましょうか。これ二条山っていうね、今これ見えないか。ちょっと一つの山に見えちゃいますけど、二つね、こう、コブがあるような山で、まあ結構奈良ではね、まあ有名な綺麗な山という感じでね。まあちょっと前のドライブ、レコーダーとか、まあ走ってる時の動画ね、見てもらったら綺麗に二つの山が見えてたと思うんですけど。で、ちょっとね、まあ歩いていくと、大間寺っていうね、これもまた有名なお寺なんですけど、そちらの方にもね、歩いていけるような、道の駅になってます。まあ、ここへね、止めて、山登ったりする人もね、結構いてたりします。僕はちなみにまあ、この辺りが、この辺りって言っても、この本当に近くじゃないですけど、地元がね、元々の実家がこの近くなんで、まあ、ここは何回かね、来たこともあるので、まあ、そんなに大きくない、道の駅です。で、とりあえずね、ハンコもらいに行こうと思います。であと、一個、先にね、僕がね、ちょっと、使ってるね、最近使ってるナビとかのご紹介っていうことで、マップファンのね、ナビとかをね、結構使ってたんですけど、スマホ、今日はね、マップファンじゃなくて、アップルの、マップを使ってみてます。ナビでね。結構便利かなと思って。で、あと、これ見えないかな。道の駅ナビかなんかいうね、やつなんですけど、なんてやつかな。道の駅ってやつね。道の駅ってやつですけど、これがね、結構便利で、今、いてるのが、この二上パーク大間っていうとこね。あ、こっちか。こっちね。これピッとやると、まあ、こういう画面切り替わって、まあ、道の駅の情報がね、出てくるんですけど、これスタンプのマークついてて、こうやってね、チェックインっていうのをやってあげると、一応、記録がね、残せるっていうね、保存します。ちょっと、もしかしたら画面光って全然見えてないかもしれないけれども、はい。で、こうやってやると、これが色が緑に変わったの分かりますかね。見えるかな？ね。行ってないところは赤なんですよ。ね。だから今から行くんだったら次、葛城っていうとこか、まあ大阪の方に出て、この、大志町の方とか、まあ河南とか、千早赤坂とか、まあこの辺りをね、ちょっと、まあ大志、河南、千早赤坂回って、葛城回って、変えるような感じでもいいかな。ちょっとね、今日ね、あんまり時間がないんでね、とりあえず、行けるところだけパパッと回ってね、帰ろうと思います。じゃあ、とりあえずね、道の駅で、スタンプをしていきます。はい、これはどこにあるのかな？あんまりインフォメーション的なやつを。あんまり見た覚えがないんですけど。あったあった。ありましたね。表にもう出ちゃってるな。よしね。じゃあ、ちょっと押します。
はい、そしたらね、しっかり押しましたんで、ちょっとね、道の駅のところを見てみようと思います。ここでも花が、仏さんの花が売ってますけど、何度やったかな、向こう。250円とか書いてあるけど。ね、250円ね。まあ、花の種類も違うかもしれないけど。まあ、よくある。しゃもじとか、孫の手ね。孫の手とか。安いのかな、こう、靴べら300円は安いかもしれない。ね、孫の手も350円。安いんじゃないかな。これどこで作ってんだろう。400円。ねえ。あ、なんかこれいいな。耳かき。250円。なんかすごい優しそうな感じですけど。他はなんか食料品かな。食料品関係が売ってますね。食料品関係が売ってますね。ちょっと僕的にはこの耳かきとかが気になったので、これ買っていこうかな。竹のナイフ切れんのかな。こんなお箸250円、こんな安いですよね。ちょっと買っていってみようかなと思います。料理ベラ500円。ではでは、はい、今ね、道の駅出てきましたけど、結局ね、買っちゃいました。お箸ね、お箸と耳かきね、耳かきとちっちゃいお箸の方が250円、ちょっと長いねお箸の方が300円でした。まあちょっと記念っていうかね、まあ実際使えるし、竹で結構しっかりしてるような感じだったんでね、買ってみました。じゃあね、次は消えちゃった、とりあえず大使ね、道の駅の大使っていうところに行こうと思います。ではでは、
はい、どうも、もうね、着いちゃいました。まあすごい、近かったんですけど、まあここはね、本当にこじんまりとした、道の駅みたいですね。まあこんな感じです。あそこ入り口で、建物自体はこんな感じだから、向こうがトイレかな、トイレがあって、まあ建物ちょっとっていう感じでね、まあ、とりあえずハンコだけ、押して、まあ多分売ってるのもそんなに何もないんじゃないかな、ここは。まあとりあえずもう、早々に次行こうと思います。ではでは。はい、とりあえずこいつを押そうと思います。どこにあんのかな。はい、ありました。じゃあとりあえず押そうと思います。どういうことか、ちょっとわかんない、とりあえずこれもちょっと集めていこうかなと思います。これは、まあ、とりあえず押していこうと思います。間違えて押しちゃったんですけど、あるのがありましたね。どうしようかな、押せないよな。まあいいか。丸いの押せないから、もう一番最後に押そうか。ここにでも押しておきましょう。スタンプね、押してきました。で、さっきも言いましたけど、大阪版の、スタンプラリーも見つけたんで、まあ大阪の方もどっちしろね、回っていくんで、これも一緒に、押していこうかなと思います。じゃあ次はね、どこだったかな、羽曳野の方かな、ちょっと、そちらの方に行こうと思います。ではでは。
はい、どうも、今ねとりあえず着きました。羽曳野、白鳥の郷羽曳野っていうところかな、結構ね大きなね、道の駅ですね。あの JA なんとかって言って書いてあるんで、ここもかなりあのあれだと思います。あの買い物ね、多分野菜とかが買い物をすごく充実してるんだと思います。あの車もねすごい多くて、あの多分地元の人とかもすごく利用するような道の駅だと思います。まああんまりねちょっと人多いと撮影ができないんですけど、まあ、とりあえずスタンプラリーのやつだけ押してこようと思います。ではでは。はい、どうも、とりあえず、スタンプね押してきました。今日もちょっとね時間がないので、そろそろね、引き上げて帰ろうかなと思います。まあ、どっかでねご飯食べれたら食べて帰ろうと思います。まあ、ご飯食べるとこね、撮影なかなかしづらかったりするんでね。まあ、できたらやりますけど。ということで、帰ろうと思います。ではでは。
はい、どうも。とりあえずね、今、なんていうか、ご飯食べようと思ってね、カス屋、カス屋ね、カスうどんのカス屋の、富士寺の本店の方にね、ちょっと来てみました。まあ、中はちょっと狭いんでね、撮影多分できないと思うんですけど、とりあえず今から食べていこうと。ではね。はい、どうも。今食べてきました。やっぱりね、カスうどん美味しいです。油がね、まあ、美味しいですね。これね。はい。ということで、今日はもうこのままね、帰ろうと思います。またね、時間見つけながら、道の駅の旅ね、やっていきたいなと思います。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。